こんばんばは、エミールです。今日は読書というタイトルでお話ししていきたいと思います。えー、さっき部屋の本棚を見てびっちり、えー、入ってる本棚それからそこに入りきれずに下に、えー、積まれてる本を見て、えー、思いました。こ、えー、これらがどこまで、 一体どこまで自分の身になってるのか、身についてるのかっていうのを思いました。私は43歳、中間管理職です。20代からずっと本を読んで勉強してきて、専門学校も2つ出たりして、6年間勉強したり、資格もケアマネ取ったり、登録販売者取ったり、まあ、その他技術的な資格を、 取ってきましたがそれらも、まあ、もちろん資格には受かってるんですけど一体どこまで身についてるのか、まあ、それがよく分かりません自分ではよく分かりません日本はこの20年間ずっと経済が停滞してまあ賃金がどんどん右肩上がりに上がるっていう時代じゃなかったと思います ですから自分の実力がそのまま,まあ給料に反映されているかというとやっぱり世の中の経済の流れだとかあの浮き沈みだとかっていうのが賃金にこう間違いなく反映されてますから実力さえあればまあどんどん右肩上がりに上がっていくというよりは多少時代に合わせたものになってんじゃないかなっていう気がします。で そこを、えー、自分の実力を測る物差しにしちゃってると、まあ、収入というのを物差しにしてるとまあ私なんかは私のことで言えば、まあ、ただただ自信をなくしてしまうだけです。まあ、なのでその賃金を自分の実力を測る物差しとせずに、まあ、仕事のやりがいだとか他者貢献だとか、まあ、会社の理念だとか 事を言ってて逃げてきたと思いま,すまあ一冊本を読んでそれが確実に自分の力になって収入に結びつくんだったらそんな簡単な話はないんですけど、まあ、私は読書が好きなんで、まあ、ただ読書して給料が上がるんだったら喜んでやります。まあ、だけど そのただ読むだけじゃやっぱりそれが実践できて初めて意味のあることだと思いますしまあその本に書かれてることがいかに実践できるかそれから自分の血肉となって自分の力となって身につけられるかそれがまあ一番重要だと思います。読読書だけして読んで、 給料が上がるんだったら、まあ、そんな簡単な話はありませんでその知識を YouTube 使って、まあ、お金に変えたらいいんじゃないのってよく言われますけど、まあ、それはその通りなのかもしれないのでまずはこうやって、まあ、実践が大事だと思ってますんで YouTube やってますでしばらく YouTube 更新するのを サボってたので間が空いてしまいましたがこれからはまた毎日続けていこうと思ってます、まあ、YouTube を続けるということが私の考える読書を収入に変えるやり方ですので、まあ、その通りうまくいったら、まあ、夢が叶うということなんで幸せですもしその夢が叶ったら 皆さんにもその気持ちをお裾分けしたいと思ってます。今日の Vlog でした。どうもありがとうございました。